関東では10月とは思えない残暑が続いていますが、今後の気温はいかがでしょうか。はい、週の中頃になって少し気温が下がるタイミングというのが出てきそうです。はい、天気図で見ていきますと、明日から明後日にかけて前線が南下ということになります。この前線の南側は暖かい空気に覆われているんですけれども、前線の北側には冷たい空気がありますので、この前線の南下によって空気の入れ替わりというのがありそうです。6日頃はまだ前線が弱まりながらも関東より北にあるんですけれども、7日になると前線は関東より南側まで降りてきます。さらに高気圧が北海道に近づくことによって、北東からの冷たい風も吹き込みやすくなるということで、この6日から7日にかけて気温がぐっと下がるような状況となりそうです。実際の予想気温を見ていきましても、東京では週の前半6日までは30度近い日というのが続くんですけれども、7日の木曜日最高気温23度と大きく下がるといった状況ですね。この日は雲の多いすっきりしない天気ともなりますので、かなり肌寒く感じられるといった状況になります。ここ数日が暑く感じるくらいといった状況だけに、気温の落差が大きくなりますので、体調管理に注意が必要となりそうです。はい、寒暖差で体調崩さないようお気をつけください。ウェザーニュースのお天気アプリでは今後の詳しい気温情報もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。